クロメリンは、アメリカ海軍のミサイルフリーゲート。オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリーゲートの28番艦。艦名は、ヘンリー・クロメリン海軍中将、ジョン・クロメリン海軍少将、クエンティン・クロメリン、チャールズ・クロメリン、リチャード・クロメリンのクロメリン兄弟にちなむ。クロメリンは1979年4月27日に FI-79 プログラムの一部として、 ワシントン州シアトルのトッド・パシフィック造船所に建造発注され、1980年5月30日に寄港する。1981年7月2日に浸水し、1983年6月18日に収益した。2005年11月の時点でクロメリンは、ハワイ州真珠湾を母港都市、第31駆逐船隊に所属していた。 2012年10月31日退役した。退役後、2016年7月19日にリムパックの一艦で標的艦となり、カウアイ島、北方55海里でインディペンデンス級 LCS 2番艦コロナドの放ったハープーン対艦ミサイルで撃沈された。海外艦艇ニュースリムパック演習で、米、LCS がペリー級フリゲートを撃沈。 世界の感染台846週解任者178ページ。ありがとうございます。